はい、本日はですねこちら日本初の万能 T シャツシープブレスをご紹介していきたいなというふうに思います。シープブレスと聞いて何のことかなというふうになると思うんですが、僕が今この着てるねジャケット、以前ご紹介したことある、ちょうど1年ぐらい前かな、フェアリーノバっていうジャケットでね、提供していただいてご紹介したってやつあったと思うんですけど、宇宙服の NASA とかでも使われてる原料を使ってるっていうジャケットなんですけど、それがめちゃくちゃ売れたらしいんですね。でどれぐらい売れたんかいうと8500万円売れたって、めちゃくちゃ売れてるやないかいということで、やっぱり僕の視聴者の方って結構機能性とかその真新しい新素材とかってお好きな方多いと思うんですよ。で今回その会社から次 T シャツ作ったんで、ぜひご紹介してくださいということで、こちら、半袖とね長袖をご提供していただいてご紹介するという流れになってるんですが、今回は何、一番パクゾーが目を引いたもん何ですかと言われたら、以前は宇宙服で使われてた素材って言ってたじゃないですか、マイナス196度まで対応するっていう素材だと思うんですけど、今回は何ですかというとですね、今回僕がめちゃくちゃ注目したのがノーベル賞を受賞している素材っていうところなんですね。ノーベル賞を受賞している素材、それ何ですのと、わけわかりませんわってなってくると思うんですけど、本来なんかバッテリーとか電池とかで使われてる素材らしいんですよ。それがなんかグランフェンっていう素材らしくて、2010年にノーベル賞を受賞した素材らしいんですけど、それが炭素の素材になって、炭素ってまあ炭とかそっち系じゃないですか。それをね使うことによってこういうちょっとグレーっぽい素材の色味になってるんですよ。でそれがおそらく僕が知ってる限りでは日本でないんですよ、まだ。だから日本初の素材ということで、このしなやかさね、見てもらったら分かると思うんですけど、ふわーってしなやかですよ。でまあ僕も今これ着用してるんですけど、これ中に着てるんですけどね、このグランフェンとメリノウールを混合した素材っていうところの T シャツをご紹介していきたいなというふうに思いますので、本日の流れとしてはですね、まずパッとね素材感まず見てもらいましょうというところ で次に特徴、これ何の特徴ありますかって、もう一つなんですよ、これ素材ですわと、素材が一番特徴なんですわということで、その素材がなんで特徴的なんかと、その素材を使うことで何が変わるんかと、素材がちゃうのは分かんないけども、わしら何が変わりますのと、わしに何が影響しますのというところだと思うので、それをご紹介していって、その次にとはいえデメリット、今回提供していただいてからデメリット言いませんって、そりゃ嘘ですやんと、それ嘘くさいやつですやんと、金髪ちょびひげの嘘くさいやつやったらもういかにもですやんって感じだと思うんですが、ちゃんとデメリットも言いますのでご安心くださいということと、その次がおすすめの人ですね、こういう方にはおすすめですと。本日最後にはサイズ感に行きたいなと思うんですが、サイズが僕 LXL 着用してて、嫁像がね M サイズ着用してるというところで、日本企画なんでいつも通りのサイズ感やなとは思うんですが、そんな順番でお伝えしていきたいなと思います。まずは素材見てくださいよ。僕も初めて見たけども、このグランフェンっていうノーベル賞を受賞してる素材がどんなもんなんか、いかにどういう感じなんか、ちょっと見てくださいよと。はい、では近くで見ていきましょう。こんな感じでね、いかにも柔らかそうな素材です。でこれをねパッて見た時に思ったのが、メリノウールのブランドって結構世の中にあるじゃないですか。それこそ僕が持ってたやつとかやったら、アイスブレーカーって、ノースウェイスのね会社が出してるアイスブレーカーっていうブランドもメリノウールっていうね素材を使ってたんで、それに似てるなーっていう印象だったんですよね。ただちょっとこのなんていうか霜降りがかった感じ、黒というグレーと白みがかったような色味がちょっとあるっていうのがこの素材の特徴的な感じだと思うんですけど、これねあえてね黒に染めてるわけじゃなくて、そのノーベル賞の素材がちょっと黒っぽいから混ざるとこういう灰色っぽくなっちゃうらしいんですよね。だからカラー展開は一色って言ってたんですけど、これがね拡大して見てもらった感じの素材感ということになっております。これは長袖半袖とも両方とも同じような素材感ですね。ほんでねこれはね今回特に僕をおすすめできるなと思うのが、やっぱりアウトドアとかスポーツとかされる方に特に適してるなと思ったんで、それをねお伝えしていこうじゃないかという感じなんですが、まずはね匂いです。匂いがねどうしてもこういうスポーツウェアとかアウトドアのウェアってポリエステルを使うことが多くて、洗うとねもう臭なってくるんですよね。で汗の匂いとかも吸収してね、ワンシーズンで汗だくとかになったりとかした時に、ワンシーズンでもう匂いへばりついてもね、これ奥さん多いに T シャツですやんいうことで、もう使えんくなってくるでしょ。だから僕はあんまポリエステルの服あんま好きじゃないんですけども、そんな個人的な感想はいいとして、これはねそのグランフェンっていうノーベル賞の素材が炭とかそっち系なんですよ。だから炭ってね消臭効果あったりするじゃないですか。よく押し入れのクローゼットの中に炭の消臭剤入れとったら匂い取れるんやとかって言ったりすると思うんですけど、そういうのがあってね、匂いがそもそもつきづらいというか消臭してくれるっていうのがあって、なんか検査がしてるらしくてね、僕もねアウトドアで実際使ったりしてるんですけど、汗びちゃびちゃになったりとかして、匂いがね正直自分でって分からへんじゃないですか。そんなん自分で匂いつかんでるかどうかってあんま分からへんなと思ったけど、検査ではこうランニングとかしてね走らして普通の T シャツとこの今回紹介してるシープ
ープブレスではどれぐらい匂いが違いますの？同じ男の人ですよ。違う人並べたらあんたそれ脇がですやんってなってくるけど、同じ男の人並べた時に匂いがやっぱり違いますねと、普通の T シャツより匂いしませんねということになってるんですが、これがねやっぱメリノウールでも匂いするんですよ。だからメリノウール単体でも匂いはしちゃうんやけども、ちゃんとこのグランフェンっていうね、そのノーベル賞の素材が入ってることによって匂いがしなくなってると。だから他のメリノウールではよくある質感やねんけども、大きな違いは匂いがつきづらいというところがまず一つ特徴ね。ほんでその次が、まあ見てもらったら分かると思うんですけど、めちゃくちゃサラサラしてるんですよ。だからパッて見てね、ウール感全くないでしょ。これウールなんですか？ウールってこうガシガシしてて、着てたらチクチクするイメージあるじゃないですかってなると思うんですけど、これね髪の毛の3分の1ぐらい、髪の毛ってめっちゃ細いじゃないですか。それの3分の1ぐらいの細さのめちゃくちゃ細い毛を使ってるんですよ。だからこうサラサラしてるし、着ててもスポーツとかでも着れるみたいな。ほんでもってウールやからね、吸水性もあるから、特にこう日本みたいな湿気が多い時期とか、湿気が多い国とかには、ね、特に適してるんですよ。ちゃんと湿度とか汗とかも吸収してくれるし、なおかつ速乾性もあるからパッて乾いてくれたりするんですよ。でなおかつ汗とかもね吸収してくれてて、まあ、快適に過ごせると、まあ、それがねこれはシープブレスの特徴というかメリノウールの特徴になってるんで、僕もね今までメリノウールって着目したことあるんですよ。これめっちゃええ素材な、使ってみたいなと思ったりはしたんやけども、それぐらいねこうサラサラした着心地というか、ほんでまた汗とかかいてもベタベタしづらいんですよ、まあ、それもねメリノウールのめちゃくちゃええとこやなと思うんですけど、まあ、そういった特徴がありますよと。だから匂いがつきづらくて、まあ、サラサラしてサラサーティーコットン100ですよねなんて言って、まあ、コットン100じゃないんですけどウールなんですけどね、まあ、それぐらいサラサラしてると。ほんでその次は、まあ、これもメリノウールの特徴になってくるんですけど、まあ、暖かくて涼しいんですよ。これわけわからへんやと。暖かくて涼しいどっちやねんってなってくるじゃないですか。これがねメリノウールのも最大の特徴、特にアパレルの人とか洋服に詳しい方でとかやったらね、年中着れるアイテム何って言われたら、もうメリノウールってもう言うしかないんですよ。それぐらい万能なね T シャツになってて、例えば夏場って考えたら、まあ、コットン T シャツってイメージあるじゃないですか。コットンですよね。冬場だったらカシミヤとかね、あとまあウールもそうなんですけど、そういう風に季節ごとにね素材って違うじゃないですか。夏だったらこれですよね、冬だったらこれですよねなんて言ってるんですけど、このメリノウールに関してはね、もう年中着れるっていうのはメリノウール扱ってるブランドどこでも言うんですけど、ほんまにその通りでね、まあ、ウールやからあったかいっていうのは分かりますよね。こうウールで確かに冬着るよね、めいめいの羊さんですよねなんて言ったりすると思うんですけど、あったかいですよねなんて言うんですけど、メリノウールはねさらにウールの中でもメリノちゃんっていうね、あのメリノっていう種類の羊なんですけど、それがねやっぱ糸が細いんですよ。だから通気性もいいから夏場も着れちゃう、涼しく着れるし冬場はあったかい、ちゃんと保温力もあるっていうのが、まあ、メリノウールの最大の特徴なんで、まあ、この T シャツにも言えることなんですけど、そういった消臭があってサラサラした着心地、ほんで、まあ、年中着れますせと、まあ、これがこのシープブレスの特徴かなと思うんですが、とは言いながらデメリットもある。やっぱりねここちょっとどうなんかなとかっていうところがあって、まあ、それが何かというとですね、メリノウールあるあるではあるんですけども、どうしてもねこれ拡大して見てもらったら分かると思うんですけど、ずっと使っていくうちにね毛玉ができてくるんですよ。でこの前にある方の T シャツっていうのは僕何回かもう着用して洗濯もしてるんで、見てもらったら分かるかなと思うんですけど、ちょっと毛羽立ち感出てくるでしょ。でこれが何回も後で使っていくとちょっと毛玉なってきたりとかするんですけど、この後ろにある方はねロンティの方はまた着用して洗濯してないので、こうサラッとしたね、まだ特に毛玉とか全く出てない状態かなと思うんですが、この辺がねどうしてもメリノウールはもう全部そうなんですけど、使えば使うだけちょっと毛玉が出てきたりとかするということで、まあ、毛玉取りカッターとかで、ね、ビーって取ってったりしたら、まあ、毛玉はなくなるんですけど、まあ、これはもう繊維自体の特徴というか、まあ、デメリットではあるので、まあ、メリノウールとかウール系の特徴ですよね。でデメリットかなと思います。まあ、それ以外はね別にシンプルでね、前も後ろもね特にロゴとか入ってるわけじゃないからね、なんかすんごい似顔絵が描いてあるがね、YouTube で流されんようなね、字がパーンって入ってるとかっていうことでもないからね、まあそこにシンプルな感じだから大人の方とかって着れると思うんですけど、まあ毛玉がねデメリットかなと思います。ほんで次、じゃあおすすめの人、どんな人がおすすめなのというとですね、やっぱりキャンプとかアウトドアのこうインナーとしてもちろん使うっていうのもそうやし、それ以外で旅行ね、乾くんも早いからね、パパッと手洗いするじゃないですか。でびしょびしょになったとしてもパッてかけといたらね結構すぐ乾くんですよ。だからこれをねインナーとして2着ぐらい持っていっとったり、別にまあトップスでもいいんですけど2着ぐらい持っていっとったらもうずっとそれだけでね着替えがいらへんと。ほんでなおかつ匂いもね消臭があるから、 T シャツね2枚だけで交換していくとね、男やったらちょっとこれですねってこれもんですねよねいう話になってくると思うんですけど、まあ、匂いが消臭されてるから普通の T シャツに比べると圧倒的に匂いづらい。ほんでグランフェンっていうそのノーベル賞の素材がね鉄の200倍強いっていう強度があるんですよ。だから洗濯しても洗濯してもよれてきづらいんです。だから特にこうガシガシ着るような人には向いてるというかね、キャンプ、アウトドア、そして
良好ですよね。でそれ以外にやったらやっぱ半袖にしとったらね、こう年中いけるじゃないですか。夏もいける、で冬もいける、インナーとして着れるってあると思うんですけど、まあもちろんロンティーでもね、まあ長袖は長袖でね、それはそれで良さもあるかなと思うんですけども、まあ1年ずっと着たいという方とかであればね、半袖にしておけばほんまに夏もずっと着れるし、まあ同じこと言いましたね、さっきも言ったんですけど、夏着れるし冬も着れる。でも長袖ってね、夏がちょっと着づらいかなとかって思ったりするんですけど、まあその辺はね、まあ好みでいいかなと思います。はい、ということなんでね、まあちょっと中こうインナー着とった時に汗かいた時に中ちょっとベチャベチャするの嫌やねんなっていう方はね、ここね汗とかかいてもこうさらっと着れるんで、もう不快感とかはまあないんですよ。僕もこう何回か着用してても、ここ見たらね汗かいた跡あるからね、あ汗かいとってんやと思うんやけども、着てる時にねこうベチャベチャひっつきますやんとかっていうのがなかったりするんで、まあさすがねノーベル賞のやつやなと思います。ただ生地的にはね、そんなめちゃくちゃ分厚いっていう生地じゃなくて、どっちかというと薄いんですよ。なんかさっきも言ったみたいに糸がね、もう髪の毛の3分の1ぐらいの細さやから、結構どっちかというと薄めなんですけど、まあ色味がね、あのありがたいことにこの隅の色味が混ざってるから、どうですかね、僕のチャンネルではよく言うんですけど、落ち首問題、これが落ち首の色が見えることはまあないですよね。よっぽど特殊な色をして真っ赤っかな乳首とかやったら見えるかもしれんけど、まあ大体の人は乳首見えないでしょう。だからまあその辺はね安心できるかなと思います。で最後はサイズ感に行きたいなと思うんですけど、サイズがね、僕が L サイズと XL サイズを着用してます。でもちろん半袖も長袖も両方着てるんですけども、僕個人的にはね、まあ日本規格のサイズ感やとは言ってはったんですけど、僕普段 L がね適正なんですけど、ちょっと L やったらちっちゃいかなとかって思ってて、まあ僕今これ着てるのが XL なんですけど、ワンサイズ上げたぐらいが適正なんかなというふうに今は思っております。だから嫁もね、普段レディースサイズ S サイズで着るんですけど、今回 M でちょうどジャストって感じだったんで、まあ普段のサイズよりちょっとワンサイズ上げてもええんちゃうかなと思います。まあその辺ね見てもらって判断してもらえばいいかなというふうに思うんですが、まあ、その辺がサイズ感かなと思います。ということでね、初めての素材、こんな素材僕も見たことないし、初めて触ってみたんですけど、メリノウールのいいところも残しつつ、新しいノーベル賞の素材も鉄の素材とか消臭効果とかっていうのも綺麗に混ざってるような、こう素材がうるさい僕からしても体感する価値はあるなと思うようなね T シャツでした。でこれはね今受注販売してるらしいんですけど、なんか何枚か買ったら安なるとか、早かったら安なるとかなんかあるんかな、ちょっとわからないんですけど、まあその辺もね下の方から飛んで見てもらえればなというふうに思います。でチラッとおっしゃってあったのがね、去年その人気の8500万売り上げてこのジャケットあるじゃないですか、フェアリーノバってやつね、これのなんか2も出るらしいんでね、まあ、僕個人的にそれも楽しみにはしてるんですけど、まあ、もしかしたらねまたそれの2も紹介するかもしれないんですけど、まあ今回はこの T シャツ、ノーベル賞受賞の素材が入った革新的な T シャツを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。